私は科学者ですから、科学的な、嘘って言いますか、間違いですね、それがこう、正々堂々と社会にで言われてると、非常にこう引っかかっちゃうんですね。私が NHK がなぜ嫌かという理由の一つにですね、 NHK がそういう科学に間違ったことを堂々と言うというところに受信料を払うということが嫌なんで、受信料そのものは別にどうってことないんですね。本当はもう払っているんですが、それは法律に決まってるから払ってるんですけども、私はもう精神的には非常に苦痛なんですね。つまり科学的に、間違いを放送するところに受信料を出すなんていうのはですね、私はなんか信条の自由とか学問の自由に大きく反することのように、思うわけですね。それの大きなことに一つ、これも喉の骨なんですが、節電というのがあるんですね。電気を節約する。この日本人はですね、節約が好きなので、節電というのに非常に魅力を感じるらしいんですね。で、節電っていうのが一つはいいことだと思ってるってことですね。それから二つ目は、節電するとなんかエネルギーを節約できるとか、温暖化ガスを減らすことができるっていうふうに錯覚をしてるってことですね。この節電がいいことだということと、節電するとエネルギーが節約できるとか、それから、温暖化を3つとも間違っているので、それも3番目の温暖化については若干違う意見の人もいるんですけど、節電がいいことだとかですね、それから節電するとエネルギーが節約できるってことは全く違うんで、こういう非科学的なことがこう大手を振るって日本でこの行き渡ってるっていうことにですね、とても大きな違和感があるわけです。節電について、節電がいいことだっていうことはどうしてかっていうとですね、これは道徳的に悪いことじゃないんですけども、日本人の心の中になぜかですね、かつての生産力が非常に劣っていた時代のイメージがまだ残っているわけですね。例えば江戸時代なんかよく出てくるわけですね。から明治あたりも出てくるわけです。江戸時代に、みんなが日本人が節約を重んじたっていうのはですね、もともとものすごく生産量が少なくて、満足な生活というのはできなかったわけですね。満足というのは難しいんですけど、例えば、水洗トイレもないし、瞬間湯沸かし器もないし、各家に風呂もないしと、いうようなですね、それから食事もあまり自由じゃないと、そういう生産量が非常に少なくて、日本の国土の中ではどんなに頑張っても3000万人ぐらいしか生活ができないというような時はですね、やっぱり節約をすることによって多くの人がより豊かな生活ができるっていうことだったわけです。それから、明治時代はですね、日本が開国をして、ヨーロッパの白人がですね、どんどん攻めてくると、それに対して対抗するためにはですね、小銃も買わなきゃいけないし、軍艦も必要だと、やっと借金して買って、外国から借金して買った軍艦でですね、ロシアが攻めてくるのを防いだっていうのが、日露戦争の日本海海戦だったわけですから、それは国民みんなで節約して少しでも一隻でも多い軍艦を買おうというふうに思ったのは確かなんですね。それからそれはやがて、大東亜戦争の時まで尾を引きましたので、正しく言うと1954年まではですね、日本人は節約が大切だったっていうのは確かなんです。しかし1950年から1990年にかけての高度成長期でですね、日本人は非常にこう能力が高いし、一生懸命働くもんですから、世にも稀な経済成長をしまして、1990年には皆さんが、感じておられたようにですね、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ばかりでなく、家もある程度になり、車も持ち、部分的にはその頃はクーラーもあると、こういう時代になりましてね、それで生産力が日本人が望むものよりか上になったんですよ。要するに節約をするかどうかっていうのは、その国の生産力がその国の人が必要とするものよりか下回っている時、生産力が下回っている時ですね、必要なことなんですが、上回ったら節約はむしろ悪なんですよね。つまり人間というのは
生産力がある間はですね、十分に自分の人生を楽しむ、つまり物っていうのはですね、人生よりか、軽いもんなんですね。人生が大切であって、例えばテレビとか冷蔵庫とかいうようなものとかですね、自動車なんていうのは、使えれば使った方がいい、つまり人生をもし豊かにできるならですね、そういうのが豊かにできないんだったら別ですけど、帰って車があると夫婦喧嘩が起こると、こういうのは別なんですけど、全体的にはそうじゃないわけですね。それですから、節約というのは生産量が需要量を上回ったっていうと非常に難しい言い方ですが、必要なものはいつでも手に入るという世の中になったらですね、働いて一生懸命働いて得た給料分は使っていいんですよ。給料分使っちゃいけないって言うと何のために働いてるか今度よく分からなくなるわけですね。ですから節約自体はもうすでに1990年、30年前から日本人としては道徳ではないんです。むしろ逆なんですね。節約は悪であり、浪費じゃないけども適当に使うのが、良いことなんですね。しかも私がちょっと他で言ってるように、節約はできないんですよ。給料をいただいてる生活ではですね、給料分はどうしても使うわけですから、何を使うかっていうのは問題じゃないんですね。それから電気だけがエネルギー使うわけじゃなくて、車を買おうが、テレビを買おうがですね、ケーキを食べようが、ご飯を食べようが、全部今はほぼエネルギーに比例した値段がついてるんです。このエネルギーに比例した値段がついてるっていうわけもちゃんとあるわけですね。ですから、節電というのと自動車を買わないとかですね、ケーキを食べないっていうのはみんな同じことなんですよ、エネルギーとしてはですね。それから世界的にエネルギーが不足してるかっていうと、これは石油会社の陰謀で、石油会社の陰謀でそうなってるんですけども、エネルギーは不足してることないんです。石油はだいたい本当の専門家ですね、良心的な専門家の計算とか研究によると、地下のものを入れればですね、だいたい4000年分ぐらいあります。で、石油っていうのは使い始めたのがわずか120年ぐらい前ですから、120年前から使ったものがあと1000年以上あるなんていうものはですね、あまり考えなくていいわけです。鉄鉱石7000年分ぐらいありますし、その他の資源もまだまだ十分にあります。人間の活動っていうのはそれほど大きなもんじゃなくて、地球が地下とかいろんなところに貯めている資源から見ればですね、まだまだ100分の1とか1000分の1とかいうなぐらいしか使っておりません。これが、だんだんそれでもなくなっていくじゃないかっていう超悲観的な人がいますが、石油が100年前から、石炭が200年前から使い始めたということを考えても分かるように、こういったものはですね、科学の発達とともにどんどん開発されてきますから、あまり節約する必要はないんですね。特に節電、電気だけを節約してどうするのと私は思うんですが、多分これはですね、なんとなく全部を節約したいという日本人の心があり、しかし全部は節約したくない、ケーキは食べたい、ご飯は食べたい、綺麗なものも洋服も買いたいということから来るですね、いわゆる日本人の現状からの逃げみたいなもんで、意味のない逃げをしてですね、電気を節約すると一番日本の産業が停滞します。だから電気はじゃんじゃん使った方がいいんですね。電気とか水っていうのはですね、どんどん使った方がいいんですよ。資源も十分にあるし、何も問題がありません。それから温暖化を心配してる人はちょっとあれなんですが、日本で放出する温暖化ガス CO2 はですね、偏西風によって東の太平洋に行き、そこで一雨降ればですね、ほとんどが太平洋に吸収され、その CO2 によって植物性プランクトンが生成し、その植物性プランクトンを食べて、サンマとかタイとかいうのが生育するわけですから、むしろ日本人が自分の生活を豊かにするために CO2 を出して、温暖化ガスですね、それを出して、それによって農業とか漁業が盛んになると、いうことの方がずっと、言ってみれば環境にいいということで、私はどうしても節電というのが出てくるとですね、なんでこんな、こう一部だけを考えたものってのが出てくるのかなと思って、非常にこう話が途中で途切れてしまうっていうことになるわけです。